いや、俺ちょっとさ さっきの5匹のカラスと3匹じゃな3匹あもうね3匹のカラスって5匹の魚まで持っていこうと思ってさ、ちょっとさ、いろいろすもうカットしようかなと思ったんやけど、何これ、お前何お前何お前出てきとんや、何お前出てきとんや。こんなん出てこんかったよ。さっき前までやりよった時は出てこんかったよ。はい、というわけで、いやー、切なゲースだよ。ちょっとこの辺カットしようと思ったのに、アクシデントというか、イレギュラーが発生した。だからちょっと反応してしまったな。意表を突かれた。あったんや。こんなとこにヒントあったんや。その部屋の絵のタイトルを完成させた後に、右下の壁を調べてごらん。右下の壁だったんじゃ。戻り方を間違えると二度と部屋から出られなくなるので注意してね。なるほどね。ここでヒントがあったんじゃ。はい、というわけで、解くところまで行きました。これ拾って、ピースが全部揃ったというわけです。でもって、さっきヒントを見た通り、右下から出ると押す。よし。あ、イブ、あんたどこにいたのよ。心配したじゃないの。秘密の部屋っていうところに行ってきましたよ。ギャーリーさん、ちょっと羨ましいですよ。秘密の部屋ですよ。秘密の部屋なんてね、ハリー・ポッターぐらいしか行きませんよ。よかったですよ、私。秘密の部屋？この部屋くらい行きたって？結構あちこち調べたつもりなんだけど、そんなものはなかったわよ。まあ、ともかく無事で安心したわ。寝てた私が悪かったけど、次からは勝手に一人でどこか行ったらダメよ。オッケー。わかりましたよ。わかりましたよ。お願いね。その笑顔、イラつく。個人的にな、伺いって読むんだよ、これ。痛いんかと思ったんです。 まあ、何にせよさ、これ見てくださいよ。全部揃っちゃった。 早速セーブと。確か7あれじゃなかったっけ？2つ目のエンディング見たセーブだったけん、ちょっと残しておいてさ。まあ、このままクリアしたら、必然的に一番いいエンディングが見れると思うんやけどね。とりあえず調べてみようか。完成、ゲルテナ。ゲルテナ？ ゲルテナ？この人物がそうなのかしら？自分を書いたんじゃ。ゲルテナは自画像を残さなかったと聞いていると。切れているけど。お、なんか来るぞ。ああ、階段。暗っ。おお、とりあえず行けとこう。ようやく行けれた。何これ？最後の舞台。最後っすね。最後っすよ。最後なん。ってことは、ここの謎解きクリアしたら終わり？イエーイ！あれ？あれ？ あれ？出口なくなってるんですけど、入り口なくなってるんですけど、もうどっちでもいいや。あ、動かせるんですか。ほう、すごいな。こっち行っていいん？おお、これは？箔が置いてある。そりゃあ開けるでしょう。ごまだれ。何これ、何も入ってないじゃない。ん？箱の底に小さく何かが光っている。黒の鍵。黒の鍵。あ、戻ってきた。なんか戻ってきたよ。元の場所戻ってきたよ。これは何？じゃあこれは何？何これ？最後の舞台って何？ダイヤの形をした真っ黒なベッドが置いてある。触らないで置いておくはキャンセルみたいなもんだろ。で、観察やな。懐かしい匂いって何？何が懐かしいの？ こんなんに懐かしさ感じる？ 寝てみようか。待ちなさい、イブ。この作品、なんか嫌な感じがするわ。あんまり近づくない方がいいわ。あ、そうっすか。なんだ。結局なんもないんすか？なんもないんすか？ちょっと気になるじゃないですか。寝るの選択肢なくなってもうたやない。
そりゃギャリーさんに必死に止められたらそうなるわな。じゃあこっちか。帰ってきたよ。おう、咳をする男。クシッ。おうおうおう、こんなんあったあった。あったけどなんなん。なんで帰ってこれたのかわかりませんよ。最後の舞台やけん。もう謎解き全部終わってしまったパターン。おう。やっぱあの大きい絵のところ行きたいよな。あの大きい絵に行ってこそ何かある気がするんよな。やっぱイブやけん。これまでの感覚的にさ、来ちゃいました。え、あ、ただ帰ってきただけ。これもしかして何この大きな絵。空地の世界ってもんかな。これはわからん。ねえ、この絵の場所元の美術館じゃない。あれあれ、これこの前やった2週目のエンディングと同じ流れなんですけど、あれ、ただ帰ってきただけか。うん、懐かしさって、あの黒いベッドなんだったん。ただ置いてあっただけ。調べれるだけ。謎解き、最後の謎解きあるんかと思ったら違ったね。最高か。これ最終回。もうちょい続くかと思ったら最終回だった。もしかしてそうなの。もしかしてこの絵に飛び込めば元の世界に戻れるの。でも絵に飛び込むってどういうことかしら。ん、うわ、何。見てイブ、額縁が。今ならいけるかも。ホース、これは前と一緒の展開。やった、本当に入れたわ。ほらイブも早く。よっしゃ行くぜと思ったら、イブ、イブどうしたの。ほら来てごらん。でここにお母さん。イブ、やっと見つけた。もう探したのよ。ダメじゃない、勝手にこんなところまで来たら。ほらお父さんも向こうで待ってるわよ。行きましょうイブ。イブ、ねえ何してるの、早く来なさいよ。イブ、知らない人について行ったらダメよ。何回も教えたよね。ほら怖くないわよ、大丈夫だから。イブ、お母さんの言うこと聞けないの。知らない人について行ったらダメ。もう二度とお母さんとお父さんに会えなくなっちゃうわよ。イブ、ほら引っ張ってあげるわ。だからおいで、だから手を出して。イブ、お母さん、あなたは幻影だ。だから私はあなたのところには行かない。それよりも目の前にいるこのギャリーというオカマ、この人が現実にいる本当の私を見てくれている人だ。だから私はギャリーの方へ行くよ。ごめんねお母さん、でもあなたは偽物だ。よし。帰ってきたか。ん？何をしていたのか思い出せない。この絵に入った気がする。うるさかったらごめんなさいね。はい。猫だ、ママ猫の絵がある。分かったから静かにしなさい。大きな声出しちゃダメ。元気でいいじゃないですか。ゲルティナ氏はやはりすごい。尊敬し尽くしても足りないぐらいだ。ああ、あなたが生きていれば絶対に弟子入りしていたのに。そうですね、ゲルティナはすごい絵を描いてくれました。中でも二足歩行で歩く絵なんか怖かったじゃないですか。あと失敗作とは言いながらやたら戦闘力のある絵、すごく怖かったですね。あのカラフルなやつちょっと美味しそう。口直しってぐらいだから、もしかするとお菓子なのかも。うふふ、そうかもしれませんね。ギルテナもそういう夢を持っていたのかもしれません。
ゲルテナって結構マイナーな芸術家だからな。こんな小さい美術館でしか展覧会できないのかな。もっとみんな知ってくれればいいのに。なんか作品数少なくない？もっとなかったっけ？ここに入りに切らなかったり経費とかなんやらで全部は無理だったって話だよ。ふーん。ゲルテナももっと評価されてもおかしくなかったと思われてるんですけどね。なんででしょうね。はあ、すごいわね。この絵なんか今に飾ると良さそうだわ。うむ、素晴らしい。ゲルテナ先生の才能には嫉妬してしまうな。はあ、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 はあ。そうですね。なんだかんだ言って ゲルテナは真の芸術家なのかもしれませんね。綺麗な人だな。でもこれ実在の人物かな。それがね、すごいんですよ。上半身が出てきて歩くんですよ。ゲルテナ先生素晴らしい。ふむ。感想は得ないのかバカ野郎。え？一番大きな家？え？今回の展示会で一番大きい絵なら1階の大広間にあるやつかな。あれですね、あの世界で、いや思い出せない。あの絵に何かあった気がするんだ。何かあった気がするのに思い出せない。変なソファー、でもそれがいい。座ってみたいけどダメだろうな。ダメ。以下略、喋るのめんどくさい。あ、ギャリーさん。ん？何かよ、お嬢ちゃん。え、何を見てるの？この像は何ってそういう選択肢じゃないでしょう。何を見てるの？え、何ってこのバラの形の像だけど。なんかこの像を見てるとさ、すごく切ない気分になるのよね。なんでかしら。で、急にこんなことを言われても困るわよね。今のは気にしないで。それじゃあね。あ、お母さん。イーブ、ここにいたの？あら、もしかしてこれを見てたの？すごいわね、これ。人の心を表してるんですって。イーブのここにも綺麗なバラが咲いてるのかな。ね、イーブ、一緒に回りましょう。向こうとかまだ見てないでしょ。イーブの気に入る絵があるといいわね。私もこの赤いバラの像を見て、なぜか切ない気分になったのです。エンディング、片隅って読むかな。片隅の記憶、もし片隅じゃなかったらすごい格好悪い。はい、黒の鍵が光っている。え？なんだい？え？なんだい？エンディング終わったじゃない。え、今回最終回でしたわーのつもりだったんやけど、これおまけ部屋？もしかしておまけ部屋的な感じですか、おやすさん。新ゲルテナ店へようこそ。ここではイブ様が冒険の中で見つけた美術品をご覧になれます。ちなみにタイトルのついた美術品は正式な作品名がお分かりでなければ展示されないのでご注意ください。それではゆっくりお楽しみくださいませ。ありがとうございます。入らせてください。入らせてくれないというわけです。切ない最後でした。とにかくイブ長い間やってきて最終回を迎えました。ありがとうございます。なんか新ダンジョンもうちょい続くかと思ったら結構早く終わった感がするな。まあよかった。
新ダンジョン結構後半から難しいなったもん。これかって思ったよ。難しいって言われとったんは。うん。ヒントなしにじゃあ解けれんけど、ヒントがどこにあるかっていうのは適当なら、適当って言ったら分からダメだけどさ、別のとこにある的な感じさ。ほんと難しかった。カットの連続だった。はい。というわけで、このゲームなかなか楽しく楽しみました。最終回を迎えて、本当ホッとする感じです。よかった、イブちゃん。帰ってこれて。ハッピーエンドを迎えて、このイブの実況を終わりたいと思います。次のパートは、この新ゲーテナ店という、まあ多分おまけ部屋でしょうね。を見ていきたいと思います。というわけで今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。週明け。